はいどうもこんにちは、キヨチャンネルの京高です。今日も釣りにやってきました。今回の動画からタイラバワンポイントレッスン始めていきたいと思います。まず一つ、タイラバは、あっちこっちでちょっと落としたらすぐ移動したりする釣りなんで、色とか重さは別にあんまり関係ない。色とかひらひら具合、ラバーの具合とか、どんどん他の釣りより変えるのが早いのかもしれないですね。どれが釣れない、これが釣れるって探しながら、答え合わせをしながら回っていく。釣りって書いてありました。釣りみたいです。で、今みたいな泣いてる日はあんまり明るくない方がいいんじゃないでしょうか。泣いてる日とか明るい日とかはちょっと暗めの色がいいかもしれないです。じゃあ釣っていきましょう。タイラバワンポイントレッスン終わりです。釣っていきます。重大なミスに気づいてしまいました。今日はタイラバ忘れました。持って帰って洗ってそのまま置きっぱなしにしてました。なんで今日はインチクで釣りたいと思います。カズスインチクで釣りたいと思います。タイラバ結構最近釣れてたんでね、したかったんですけど、また今度しますね。来たけど、お、来た。なんだこれは。でもそこもかな。来たね。多分ちっちゃい。そう。バイバイ。来た。あれ、そうでもない。そうでもない。ドラッグがならんもんね。割と引き寄る。なんやろ、軽い、ちっちゃい。まあじゃない。なんか入った。まあじゃない。これぐらいやったら25、6ぐらい、25、6センチぐらいですね。25、6センチ、まあまあ大きい方じゃないですかね。大きい、太ってる方。さっきのやつは、何やったかな。アラカブだ。アラカブでした。アラカブ名前忘れました。で、この態度グラフを見ても、潮が効き始めた時ぐらいから釣れましたね。今からちょっと多少は釣れると思います。もうちょっと頑張ってみます。来たけど、これ何なのこれ。お、来た、結構来た。来た。うわ、めっちゃ走る。おお、走るね。おお、結構強い。なんやろね。まあまあかかって。ああ怖い。おお、しょしょし。なんやろ。なんだ、来た。お、結構やりよるよ。おお、
なるほど。おっ、まだ行く、まだ行く。よし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 、でっかい。お、見えてきた。え、そうじゃないこれ。結構苦労した。あ、タイだ。さすがタイラバー、でかい。よし、来た。きつい。よいしょ、でかい。タイ来た。ほら、結構いい、結構いい方。最初そんな強い当たりじゃなかったんだけど。いや、あ、ブスってするやつ忘れた。ここ何センチかな。やっぱ潮が動いてからですね。よし、ケツ尻尾のとこまでしたら60センチ。60センチはタイですね。結構嬉しい。でっかい太陽あるんだけど。お疲れ様です。タイラバ、やっぱ潮が止まったら釣れんくなりましたね。やっぱ潮が動いてる時が釣れますね。実感しました。まあ大きめのタイ1匹釣れたんでよかったです。この動画が良かったらチャンネル登録お願いします。今日のタイです。まだ生きておる。ご視聴ありがとうございます。